その可能性があるよね。そして襲われたと。まあそうなるだろうな。ここは難しいな。状況かなりまずいですね。分かってる。回復。アイテムもなくなってきたぞ。作るしかない。で、材料がか。厳しいな。しょうがない。何してる。ちょっと。これで。もしかして初めてのゲームオーバー。テロードから。ここからか。てっきりスタート画面に戻されると思ったけど、どうやらオートセーブが入ったところからのようだな。ある意味助かった。でここだな。今なら大丈夫。と言っても似たような場所が続くぞ。ここは降りても大丈夫みたい。左下。セーブポイントか。セイヤ手番よ。お任せ遊ばせ。とりあえず回復できてよかった。それが一番か。それ以上アイテムってわけに戻す。それにここにセーブポイントってことはボスも近いか。その可能性あるよね。こいつ強いんだ。簡単に最初の回復やれた。まずはだな。これは上からか。ここか。そこから先に行かないとダメだな。右ね。もしかして下もか。これでさっき下で見た部分もいけるんじゃないか。だね。今のは余計だったけど。ここも気をつけないとな。あとは大丈夫でしょう。でまた難しそうな。今はやめとくか。どうやらショートカットだな。となるとさっきのところを行かないとか。行けないよね。ここだな。右下はオービターのチャージでいいけど、そこに至るまでに工夫が必要だ。ダメだった。マスクイとしてはブロックが壊れてくれてるから。このトレトラップも痛いな。いやらしいところにほんと配置してある。これも。回復もヤバくなってきたな。材料もないし。これ突き進むのはいいがボス戦持つのか。それは言ってダメだったら考えるよ。ただ戻るのも大変だからな。それはあるよね。とりあえず降りれたかな。ほんとダメダメだな。
思うけど。問題は入り口だな。それが分かればセームにも行けるのに。えい！を無視して進むかの方が楽。ダメージに140もらって回復が110か。無理に取らない方が。ことごとくハマってるな。こっちはアイテムっぽいな。でセーブポイント。セリア手伝って。天使の力を味わいなさいませ。富取りのポーションあるし。あれは比較的簡単に取れそうだな。上野は崩れるやつか。とあらぶってないで。またか。あれはスライディングをキャンセルしないとダメなパターンだ。また上が残っちゃうんだよ。よし、ここもキャンセルが必要だな。うまくいった。じゃあセーブ取って下に向かおう。さすがに目的地までの最後のセーブポイントになりそうだな。だね。ここの雰囲気も一気に変わった。下にマグマがありそうな感じだな。一気に降りるのは危険そう。大丈夫だった。で目的地に到着だ。行かせません。この声はシリルか。いいぞ。シリル様、なぜここに。デコボコ勇者ご一行もとうとうここまでたどり着けたのですね。お二人はセーブルのお友達ですから。これまで私は一切の干渉を行いませんでした。途中で挫折して諦めることを期待していたのですが。それにしても皆さんは頼もしい。タリア女王の計画を阻むことができる存在かもしれませんね。なんと皮肉な運命なんでしょう。兄さん、何を言ってるの。まさか兄さんはタリア女王の計画を知ってるの。タリア女王の力がなければサブリナの命はとうに尽きていたでしょうね。私は彼女のみが使える王家の秘術の講師を依頼したのです。それがサブリナの魂を宇津潮につなぎ止めるただ一つの手段でした。私の霊族を条件として。そんな。女王は皆さんの能力を評価しており、カロンの研究を追うように仕向けました。片や私は女王が必要とするものを集め、エリジウム召喚の邪魔になるものを排除し。そしてあんたは、アストラルギアのために、罪のない人に手をかけた。どうかここは引いてくださいませんか。皆さんと戦いたくはないのです。他に解決策があるのなら、私は喜んでそちらに従うのですが。エリジウムは全てを正すことができるのです。全ての願いを叶えられるのです。サブリナの命を救えるのです。あの子に残された時間はもう幾幕もないのです。これが彼女を救うことのできる最後の希望なのです。家族を守り、再び幸せな団らんを実現する唯一の。うるさい、うるさい、うるさい。他人の命を気安く奪っておいて、よくもそんなことを軽々しく言えたもんね。あんた、オアシスの隠れ家にも行ったわね。そこにいたのは私の家族、私のパパよ。世界のどこにも居場所のなくなってしまった私が、たった一つ帰ることのできる家、私とパパの
家、それをあんたが、あんたがパパを。それぞれがそれぞれの思いでか。オアシスの隠れ家確かに手を下したのは私です。復讐を求めてきたのであれば私こそが旧敵。そんな本当に申し訳なく思っておりますけれど、もう後戻りはできないのです。あと少しでようやく手に入るのです。私の望む唯一のものが。エリジウムは間違ってる。あれは私たちの知ってる現実をねじ曲げて偽りの理想郷をでっち上げる闇の禁樹よ。現実は決して完璧ではないけれど、悲嘆を歓喜でいたわり、希望が絶望を跳ねのけ、そして愛し愛されること、それが人生に生きがいを与えてくれるんじゃないのテビーさん、あなたは私よりできた人ですね。あなたを見ているととても懐かしい人を思い出します。私にすべてを授けてくださったあの人、あなたの心は陽光のごとく温かく、どこまでも献身的。それもここで果てますが。兄さん、テビー、やめてよ。こんなのないよ。タルタロスでは、最も望むものは力ずくでも奪えと学びます。私自身はそのような理念に固執するものではないのですが、今こうして私があるのも、それが礎となっているのかもしれません。どれだけ血を流すことになろうとも、いかほど不義を責められようとも、家族のためならば私はどんなことでもやりましょう。セーブル、誰しも立ち向かうべき難しい決断の時がやってきます。今があなたのその時なのです。私の行為は全てはあなたのためと知りなさい。そしてそれを胸に刻んで決断しなさい。そんな、できないよ。みんな僕にとって大切な人なのに。お願い、こんな選択させないで。サブリナのため、私はやり遂げますよ。少しでもためらいがあるのなら邪魔をしないでください。話はもうたくさんよ。罪はここで償ってもらうわ。どうやらシリルとは戦うことになる。これも予想された展開。いずれはこうなるだろうな。早くと熱を諦めなさい。どうする。そこでいても掴みそうな気もするけど。そういえばシリルは特殊な箱を持ってる。ほんのすぐ自分の魔力回復されたね。であれば今に継続するとなる。オーリトン、スペースに見られたのですか。セリセットされた。ブレッキさん、とりあえず第一段階終了だな。このままでは勝てませんわ。セーブル、なんで泣いているのですか。しっかりなさいな。ほっときなさい。戦いに集中しないと危ないわよ。油断大敵だからね。そういえばセーブルは参戦してない。普段性おばかになったから気がつかなかった。そういうで、またコンボ切れた。で、これはあっという間に切られた感じだな。さすがに強いな。逃がしません。諦めなさい。エバクも
分やれてる。
ストはそれでどれだけ生きるか。えい！まだ一本残ったまま。使えます。行くわよ。削ってしまいたい。あと少しだ。しかし依然厳しいな。まだ必殺技も出してきてないし。まずい。ヘビーの体力が100億。本当だったら対決すべきだけど。逃がしません。私に勝てないことがお分かりになりましたか？しかし私の勝利で終わることもまた許されません。私を縛っている血の誓い、これを破る方法はたった一つ。もしかして自決か？セーブル、あなたの言った通りですね。あなたのお友達に危害を加えるなど私にはできませんでした。お二人があなたにとってどれほど大切な人かよくわかりましたからね。けれど私は彼女の衝動をもう抑えきれない。彼女ってタリア？そういうことだろう。あなたと同じように私もまた決断したのですよ。ロビン、あなたはなんと素晴らしいものを私に残してくれたのでしょうか。私にはあなたを傷つけることなどできません。セーブル、あなたとサブリナは私にとって全てなのです。きっと思い直してくれるって信じてましたよ、兄さん。でもまさかこんな形で。すみません、こうするしか
なかったのです。セーブル、あなたがこれから歩んでいくのは茨の道です。強くありなさい。あなたは自分で思っている以上に強いのです。ずっと分かっていましたよ。私の分までもっと強くなってください。そしてサブリナのことをお願いしますよ。絶対に、絶対他にも助ける方法があるはずです。僕はタリア女王を倒してサブリナを救う方法を必ず見つけます。約束しますよ兄さん。もうすっかり大人になりましたね、セーブル。あなたの瞳の中に強い意志の光が見えますよ。本当にロビンにそっくりですね。シリルはここで退場か。思ったよりも退場者が多い。女王への誓いには決して背くことはできないのです。約束を守れない私を許してください。一緒に雪合戦できなくて本当に残念ですよ、セブル。この兄弟の行く先はいろいろと難しいよね。すべてタリアに帰着するからな。光になって消えるか。胸が痛いよ。僕を置いていっちゃうなんて。ごめんね、セーブル。兄さんは僕に強くなれって言いましたね。でもどうやって。兄さん。セーブル、私たちがついているではありませんか。きっと最後までそばにいて差し上げますことよ。最後まで一緒にね。ただこれで全てが終わったわけではないな。僕たちは前に進まなきゃならないんだ。さて、目標も新しいのが来た。これが本当に最後になりそうだな。結末の道。